ピントーとは、すべての人々が同様に扱われるべきであるという、観念で、特に人為的な障壁、先入感、思考などを、明らかに合理的とみなされているもの以外すべて、取り除くべきであるというものである。機械平等とも言う。よく、複合的で、信慮なコンセプトとされる、この理念は、重要な仕事は、最も優秀なものに委ねられるべきだという考えに、基づく。 それは、与えられた任務について、最も卓越しているとされる人のことであり、生まれた年、生育環境、権力との結びつき、心情、性別、民族性、人種、身分、非自発的なその個人の要素など、非合理的、非専門的とされる、恣意的で関連性のない理由によって、人に委ねるべきではないとする考えである。昇進のチャンスは、 ゴールとルールの制定という競争の枠組みを設けた、平等な機会などという形で、希望する誰にも開かれていなければならないとする。この理念は、選定プロセスから恣意性を排除し、事前に合意を経た、公平性に基づく、個々の専門性に関連した、評価過程をもとにした手続き、法的理念を重要視する。個人は、その個々の努力に基づいて、成功。 失敗するべきであり、外部の資産によって左右されるべきではないとする。それゆえに、遠隔主義に反対し、これは、社会構造が合理的化を判断する上で重要な役を果たしている。経済学者の岩田菊夫は、機械の平等の観点から、重要な政策は、教育を受ける機械の平等化である。教育の平等化によって、就職機械の平等化も進むと指摘している。 機械の形式的平等機械均等の模式図機械の形式的平等は、また無差別原則、直接的差別、競技にはアクセス平等などと呼ばれる。機械平等においてこの形式的アプローチは、基本的な、原始的、競技のアプローチとされ、最低限の基準を述べたものである。これらは、公共権の分野に限定され、家族、結婚、心情といった、 試験には適用されない。一歩進んで、何をもって、フェア、アンフェアとみなすべきか、ニューヨークタイムズではそれに踏み込んだ表現がなされている。There should be an, equal opportunity for all.Each and every person should have as great as, small an opportunity as the next one.There should not be the unfair, unequal, superior opportunity of one individual, over another. ドクターレナードハーシュバーグザニューヨークタイムズ1 9 1 7この問いかけは、経済学者のミルトン・フリードマンと、ローズ・フリードマンらによる1980年の図書、選択の自由でもなされている。機械の実質的平等アメリカには、雇用機会均等委員会があり、面接時に、性別、年齢、国籍、家族、 身体障害等に関する質問をしてはいけないことになっている。したがって、それらの情報を履歴書に書くということもない。アメリカの雇用機会均等法は次の八つの事項により成り立っている。公民権法第七条雇用上の人種、性別、宗教、肌の色、出身国等の理由による。 差別の禁止均等賃金法制を理由に賃金に差をつけることの禁止年齢差別禁止法40歳から70歳までの人に対する差別的取扱いの禁止大統領命令11246号積極的是政策の義務付けリハビリテーション法ハンディキャップによる差別の禁止ベトナム戦争参加兵士保護法ベトナム戦争 福音兵の差別禁止妊婦保護法妊婦の差別禁止移民局改正報告席による差別の禁止。ありがとうございます。